俺の肌に傷をつけるとはなかなかいいナイフだな。デザインから見てベンズの中期があった。あの形状毒か。 0.1mg でクジラとか動けなくする薬なんだけど、その代償として引き出した能力を使う際は常にその方を手にしていなければならない。恐ろしい爺さんだ。一瞬にしてこっちの狙いは全て見切られたか。生け捕りは無理かな。本を閉じると引き出した能力も消えるわけだ。親父の攻撃を紙一重でかわしながら俺への警戒も全く怠らない。あの時より体術はさらに向上している。今じゃやれ。重労働は始末した。約束の口座に入金よろしくってね。どっこいしょっと。あ、やれやれ。やらなくていいの。わしらの依頼人は重労働。その依頼人が死んでしまった以上、お主はもうターゲットではないのでな。俺がイルミに重労働の暗殺を依頼したの知ってたの？もちろんじゃ。じゃが、それはそれ、これはこれ。わしらは受けた依頼を遂行するだけじゃ。差しでやったら俺とあんた、どっちが勝つ？ふん。それは十中八九わしじゃろう。お前が本気でわしをやろうと思えば話は別じゃがな。まったく舐めたガキじゃ。しんどー。ありゃ盗めねえわ。